標準でついてるんですね、うん、これがもう標準でついてて、おで室内灯もこれで 1,2,3 と本当はこう減光できちゃうんです。すごい減灯できますね、うん、おのおのもあれだけど、おここでもみるみるランド、はい、こちらペコラ見ていきます。でとりあえず出してみます。ペコラです。フレンドリーさんのペコラです。はい、ライトエース。ライトエースがすごいね。外観はすごいシンプルな感じ。しかもね、ライトエースだからちょっとね、可愛らしい雰囲気なんですよ。うん。で、小回りも割と聞きやすいと思う。普段乗りとかもしやすそうですね。そう、普段乗りもすごいしやすい車だと思います。うん、で、ちょっとだけこの上の方が黒く塗られてて、うん、で、あとで中はゆっくり見させていただきます。はい、結構ね、柄が綺麗なんですよ。で、今ちょっと見えてないんですけど、ここにね、ペコラって入ってます、うん、入ってますね。はい、で、後ろから見るとこういう感じですね。すごいおしゃれですよね、うん、この木のね、ぬくもりをすごい感じるなって思います。はい、こちらペコラが、乗車定員が4名で就寝定員が2名、2区だと336万円で4区だと356万円です。ベース車両がトヨタのタウンエース GL、 サイズが全長 4.0m、 幅が 1.6m、 高さが 1.9m です。はい、見る見るランド、このペコラのいいところ教えていただいていいですか。はい、ペコラはね、はい、基本的に、まあ、ベースはライトですね。はい、ライトタウンベースで4人乗りで、まあ、2人寝れる。で、基本的にはもうこの考え方の中でもうフル装備じゃないですけど、はい、こういう小さい車って断熱がないと厳しいんで、もう最初からオプションじゃなく、うん、屋根、壁、床、入れられるところ全部断熱。あ、そうなんですね、うん、で、あと下もあのサビ止め適用とか全部やってます。それと走行充電のサブバッテリー持ってて100アンプくらいのね。それと冷蔵庫とか、はい、あと遮光カーテン、テーブル、あと LED のライト、ライト感覚、これ全部標準です。標準なんですか。この見た目で標準じゃないっていうと、フロントのシートカバー、シートカバ ー、はい、シートカバーと換気扇、あとは FF ヒーター、あとナビくらいですか。セットなんか100万っていう感じ、そういう感覚で作ってます。だから見ると他の車よりちょっと高いという人も多いし、それ高いですね。だけど見ると全部表示が入ってる。あ、だからやっぱりその同じランクにしただけでは他の少数派じゃない値段でやってらっしゃるってことですか。そうです。だって基本的に例えばね、断熱ないとやっぱり夏なんかもう6時半くらいの日が当たると、もうこういう小さい車も暑くて乗ってらんないですよ。当然中でプライバシーってカーテンは絶対遮光カーテン必要だし、どうせね、やっぱ車を動かすとなればサブバッテリーで、冷蔵庫もでかけでかい方がいいんでしょうけど、やっぱほら寝るとこを重視する。これでも110くらいの幅、あと 2m 寝るとこで2人 OK なんで、そこから考えると残された空間で18リッターの冷蔵庫、これギリギリです。18リッターあったら結構入りますよね、うん、結局ペットボトルでかいの入るんですね。そうですよね、それ全然違うと思います。したい買った後で、じゃ あ失敗した、断熱欲しかったっていう大変なことになるじゃないですか。そうですよね、そこから剥がせなんてとてもないです。実際自分がずっと寝たりしてきた中では必要なやっぱ入れたいっていうのが夢なんで、当然ね、あの FF ヒーターとかその辺は一緒になっちゃってますけど、そういうところで考えてますね。おー、そうですね。なんかこの柄とかもすごい変わってますよね。そう、ちょっと自分選んだんですけど、あのちょっとなかなか珍しいと思って初めて見る。皆さんいらっしゃいます。そうですよね。この柄って一つ
わないかもしれないですけど、すごく面白く、うん、ちょうど色で飛ぶんですよね、茶色系で、ねえ、マッチしてますね、シックな感じ、落ち着いた感じになるので、やっぱ女性の方そういう風に見てくれて嬉しいですね。やっぱ柄ってなかなかこれだけ見ちゃうとこれ使わないんですよね、みんなね。あー、そうですね、ちょっとすごいな、結構勇気いりますよね。だけどこうやって色で合わせると非常に落ち着いた感じ、うん、大人の感じが出せる、そうですね、また個性的になりますしね。そうですね、それを狙って僕もそれ選んだ、ハイエースだけど結構こういうところにちゃんと入れられる空間が残ってる、そうですね、私としてはすごいです、ふわふわしたとか、例えばテーブルもあの足真ん中で外れるんですけど、それによってほらナイトテーブルじゃないですけどベッドした時にも使える、うん、あ、なるほど、それもすごいいいですね。それとあと小さい時の物入れをね、ちょっとしたもんだけどやっぱ結構必要なんです。必要だと思います。あと寝てて例えばこのペッてつけるとね、こういうのって意外とあの一時あっちに行かなきゃいけない人多いんですよ、うん、ところが、うん、で一個つければ楽じゃないですか。寝てて押せば作動できるっていう、そういうところもライトに関して、なるほど、それ今聞かなかったらわからなかったです。だってこれとかスクラップがついてますけど、はい、ね、当然分かってるように夜中なんかこんなに全部つけたら明るいくらい、そうですよね、1個でも十分なんですけど、ただ眠る時ってやっぱ全部落とすじゃないですか。じゃあなんかの時つけたい時またここだけ、そうです、ね、ヒューって伸ばせばつく、寝たまま手伸ばせばつけない、点のやっちゃってお客に使いやすい感じ、本当ですね、必要なものが全部手で届く範囲にあるから、それと床に出てくるのと、例えば FM ヒーターなんかも普通はこっちに出す人が多いんだけど、そうなるとショートサーキットって中だけ暖かいんですよ、下だけ、なんで循環するように上に口を持ってくる、ちょうどこっちに向けて伸ばしてあげると、あの上がちゃんと暖かくなるんですね。そうそう、ここだけ暖かくなると止まっちゃうんですよ。それはあのショートサーキットっていうんですけどね、要するに温度が暖かくなりましたよって感じ、ね、ところがこれだと全体的に回ってあげるんで、そういうのも工夫の中で本当ですね、出せるようにちょっとした違いかもしれないですけど、ね、重要なことですよね。そうそう、使ってると分かるんですよ、やっぱり使ってるから分かるっていうのもあります。自分で寝る泊まり好きだし、それがあるんで、遮光カーテンも全部向こうまで、そうです、あの、うん、考え方がでセンターで区切るところもあるんですけど、まあちょっと小さめの車はできれば全部取った方が、そう、なんか広く感じるから、それと今ナビって結構でかくなったんで、あのサウンドアップリで切り替えて電源記憶してあげると、あそこがもうテレビとして見えるんで、わざわざこんなところにテレビ持ってくる必要ない。結構皆さんそれっぽくやってるんだけど、実際邪魔なだけなんですよ。だったらここで2人だったらそこ見れちゃうので、うん、これ全部ベッドにしちゃった時よね。そうするとフルカーテンの方が、そうですね、空間取れるわけですよ。で当然あの換気扇なんかつけてもう2メーター超えないようにしてますから、ちょっと薄めの値段でつけてますから。みるみるランド、なんかこうパチパチみたいなのが多いんだけど、そうそうそう、これ今木で意外と温かみがあるんですよ。簡単にできましたね。本当ですね、さっきの厚みを抑えるのが甘かったんであれですけど、もう普通にかなり広く塗りますね。そうです、長さで
長さで2メートルありますし、幅が110くらいあるんで、かなり広いですね。広いです。そう。だからここからこう見えるテレビ。見れますね。うん、で今ほら画面ワイドになってるんで。はいはいはい。そうですよね。そうそう、いろんなことやるのに今ナビのフォーチャンネルもテレビ入りいいんだよね。あ、十分に。あとはだからこういうところが全部標準、これが FFI、 これ標準、はい、これボルトメーター。あ、標準についてるんですね、うん、これがもう標準でついてて、おで室内灯もこれで 1,2,3 と本当はこう現行できちゃうんです。すごい、現行できますね。おのおのもあれだけど、ここでも、で例えばオーディオ、これまあオプションになりますけど、はい、やると止まってるのにナビ、あ、本当だ、ナビ作動してますね、うん、始まってます、わお、そういう感じで作動しますね。そうすると十分に、そうですね、そしたらこっちの室内にいながらで、うん、そんなにテレビ見る必要ない、うんうんうん、テレビでね、やっぱニュースでちょっと天気予報とか情報を取りたいっていうところなんですよ。そういうのできてないです。あ、何気なくね、こういうところもちゃんとあの柄が揃ってるんですね。そうなんですよ、あのちょっとですね。かわいい、かわいい。ああ、本当だ。あ、でも嬉しい、うん。なんかちょっとしたもの入れておきたくなります、ね。これ前向きの時もそんなに邪魔にならない。うん、邪魔にならないし、前向きの時にこれテーブルにして使えますもんね。うん、ちょこっとした。うん、置けるから。わあ、すごい。いやー、いいですね。なかなか機能的ですね。はい、キャンピングカーフレンドリーさんでした。ありがとうございます。